でも、自分自身でね、決めた請願目標ってやっぱりあるじゃないですか。うん、今まで、一人が一人って言われてたから、私まだ入信して誰もね、着服したことがないので、領事ね、うん、したことがないので、やっぱり800年までに一人決めたいなって、いつもご記念ね、させていただいてて、決まらないのはやっぱり悲しいのでね、なんとか今年一人はね、と思ってるんですけど、私やっぱりその自分の知人とか、まあ、親、兄弟とか、そういう人には言うの弱いのかなって、主人を見てて思うんですよね。うん、主人はもう、親戚の人でも、お兄さんでも、もう、ダメって、カーンって言うんですよ。うん、私は、そこまできつく、言うことは言うんですけど、そこまできつく言えてないんじゃないかなっていうのがあって、仲いい近所の人とかも言ってるんですけど、その人すごい、なんかちょっともう、昔の私みたいに病気になって引きこもりになってるから、うん、ねえ、生まれたら一緒にできたらいいのになって思うって言ってるんですけど、うん、なんかでも、普段の話聞いてあげてるだけで、まあ、勉強会とかも誘ってるんですけど、うん、来たくないとか、まあ、そんな言われてるんですけど、なんか、やっぱりガンって言えてないのかなっていう。それは悪くはないんだよ。そういう人がいてくれないと、本当に切れちゃうから。あえてと。みんな中がガンガン言う人ばっかりだったら。だから、旦那さんと一緒にはできないの、その着陸は。そういう相手。まあ、会ったことは、なんとかであろうかね。だから、僕が思うにはね、うん、だからピンポンもやってるっていうのもあるんですよ。うんうん、結局はだから、そこがあかんかったら、他回れっていう、芸家のご指南もあるじゃないですか。うん、いろんなとこ、ぶわーって回ってって、うんうん。だから、っていうのもあるんですよ。うん、結局、だから、その数をブワーって上げていったら、一人ぐらい上がるやろっていうのもあるからやってるんですよ。うん、で、ね、そこばっかり行っても、多分、上がらないじゃん。煮詰まっちゃうから、ね。煮詰まるじゃないですか。うん、だから、もう数打ちゃ当たるじゃないけど、うん、数打ってから、だからどっか順延出てくるからっていうので、うん、僕は一緒に回ってるんですよね。ただ、彼女の、この彼女の今の欲求からすると、自分で強く言えないんだから、少しガッと言える人と一緒に行って、そこは。それは別に行きますよ、ね。今までそこでやったことないの？家の親父とかお袋とか、あなたの身内を、自分が一緒に行って、グイッと探るって。まあ、最近、お母さんと会ったら久しぶりだね。久しぶり。